今日も元気が出ると思わない？この手紙を開けたあなたに、キラ星が元気になる祝福を送ったからよ。キラキラした毎日を過ごせますように。最近はライブが増えて、筋肉痛が日常茶飯事になってきたけど、本物のアイドルはいつでも輝いてるから、ファンに疲れたところは見せないわ。あなたの前だったら何も隠さずにいられるけどね。知ってる？私の初ツアーはね、最初は全然人気なかったの。ライブが中止になるかと思ったら、最終的には客席が満員になって、嬉しいけど緊張もすごかった。そんな中、ステージに上がったら、あの女がニコニコしながら手下たちと一緒に応援してて、怖かったわ。いろいろあったけど、みんなの熱いアドバイスのおかげで、今は想像以上のステージをより多くの人たちに届けることができるようになったわ。新しいアルバムを手紙と一緒に送っておくわね。ちょっと眉を潜めたりしてない？私のパートで音を小さくしちゃダメよ。あとライブのチケットもあげる。楽しみにしてるんだから絶対に来てよね。しぐれキラ。